今日終わったら最後に自分の手もちょっと写真撮ったから誰だね、一週間でやってください。でもね、でその、この部分だけが触っちゃいけないどうしようか、ポーズじゃない、うん、全体的にこの子はある可能性があります。やっぱりちょっと出てやりにくい、やりにくい、お手手やるから皮膚のところね。ちょっとイトラコナゾールをちょっと見せてくれる。コナゾールという抗心筋剤、通常このイトラコナゾールはね、ワンちゃんとか猫ちゃんに使うときはね、肝機能検査しながら使うんです。肝臓に負担かかる子いるんですよ。できない肝機能検査が、だからこの表が肝機能検査の代わりになります。だから元気にしてくれてればいいんですけどね。お手手見せて、見せ1週間後に来れます？いいです。じゃあとりあえずも1週間分ね。でちょっと安定し治ってきてたら2週間分薬出してもいいけど、最初はちょっと1週間分にさせてください。はい、で保湿してグルーミング、保湿してグルーミングしたら1回取る休憩ね。はい、ちょっとこれメモって作ってくれる？1回11日分。で今ちょっと作ってもらいます。飲むのは1日1回で、今私が飲ませますからね。で1週間分出します。で、要はイトラコナゾール、溶けたらいいよ、ケースに。でイトラコナゾールがそのいわゆる抗心筋剤。